東京の人口は1400万人、非常に巨大な都市です。その予算規模は 16.6 兆円。これはスウェーデンの国家予算に匹敵するほどの膨大なものなのです。では、一国の国家予算に匹敵する力を持った東京都知事の仕事を見ていきましょう。まず、知事の描く政策を決めることができます。そして、その方向性に沿って 16.6 兆円の予算案の編成をし、議会の承認を得て、それを実行することができます。そして、東京都の職員の人事権も持っています。知事は、自分の政策をスムーズに進めてくれる幹部職員を配置することができるのです。さらに、ニューヨークやパリといった世界の大都市と同等の立場で交流することができます。そして東京のルール、条例を発案することもできるという膨大な力を持っているのです。2024年、東京都知事選が始まります。告知日は6月20日、投開票は7月7日です。1400万人、16.6 兆円の予算、政策、人事外交に関する大きな力を持つ東京都知事が選ばれます。東京都知事は、これほどの大きな力を持ちながらも、なんと何度でも立候補できるのです。ということは、もし仮に若い知事が誕生すれば、4年ごとの選挙に出て、いつまでも知事を務めることができてしまいます。東京都知事の長期政権は、日本の未来を変えてしまうほどの強大な力をつけることになるのです。今回の都知事選は、これまでの組織票、政党票、宗教票、マスコミ、ありとあらゆる選挙のやり方を根本から変えてしまうかもしれないと言われています。いつの時代も、国の改革は、一人の若者が投げた小石の波紋が起こしたものです。まず投票に行き、日本の未来を託しましょう。東京都知事選が始まりました。石丸伸二の選挙ポスター番号は、なんと7番です。投票日が7月7日、ラッキーセブンが3つ並んだ37です。石丸伸二の勢いを見て、ある報道局は、当選後の特番のために、毎日の張り付き取材を始めたようです。今、東京を動かし、日本を動かす、千載一遇のチャンスが来ています。基礎票の数が全てを支配する選挙は、今、終わろうとしています。今回の選挙は、政党票、組織票、宗教票などを吹き飛ばす、強大なネットの力を目の当たりにするかもしれません。今、東京に住んでいる人々の中には、地方にふるさとを持つ人もたくさんいます。東京を動かし、地方を救うという、今までは考えも浮かばなかったことが起きようとしています。そのためには、投票率を最低でも7割以上にしなければなりません。4つ目の7が必要なのです。私の政策のさらに上にある掛け声です。政治家の一層、仕事をするふりをして一向に成果を上げない。そんな政治家を一層したいと、これまでずっと考えてきました。恥を知れ、恥を、これが国民の思いだと思っています。東京都知事選は日本全国の関心事になるはずです。東京都が変われば日本が変わります。東京の政治が変われば日本の政治が確実に変わります。ぜひ私たちの力で東京を動かしていきましょう。これは2024年6月19日、東京都知事選立候補予定者の共同記者会見の一部です。京都大学時代には親からの仕送りはなく、アルバイトをしながら1日の食費を500円で過ごしたといいます。そんな若者がエリートコースを投げ打って東京都知事選挙に挑戦しています。必ず投票に行き、東京を動かしましょう。大きな柱として、まず一つは政治再建、二つ目が都市開発、三つ目が産業創出です。この三本柱で東京を動かしていこうと考えています。この三つは上から短期、中期、長期というスパンで見ています。一期四年のうちにやり遂げるべきが一つ目で、二つ目は5年、10年、三つ目は10年よりかはさらに時間がいるだろうという見立てです。ただ、これらは順番にやっていくのではなく、同時並行的に進みます。着手は初日から行います。まず、政治に興味関心を持ってもらうということです。政治が三流になれば、経済も三流になってしまいます。これは、石丸伸二の公約発表の一部です。この中で、利権政治はもうやらん、と宣言しました。今、国民はネットのパワーを目の当たりにしています。これにより、膨大な浮動票が動けば、これまでの利権政治は終わります。